政府が東京電力福島第一原発の処理水を明日にも海洋放出する方針を決めたことを受け、兵庫県の斉藤知事は福島県産の水産物の消費を後押しするためイベントなどを開催していく考えを示しました。政府が福島第一原発の処理水を明日にも海洋放出する方針を決めたことを受け、中国外務省が深刻な懸念と強烈な反対を表明したほか、香港当局も福島や東京など10都県の水産物を明日から輸入禁止にすると発表しています。こうした中、兵庫県の斉藤知事は今日の会見で、処理水の放出による風評被害が懸念される福島県産の水産物について、販売イベントなどを実施することで消費を後押ししていく考えを示しました。兵庫県も水産物を生産、出荷している県なので、やはりそういった意味でも福島県と同じ水産県だと思ってます。県民の皆さんとか我々自身が福島県産品を食べたり、買ったりすることによって少しでもそういった風評被害を払拭するように応援をしていく。県は県庁内のカフェで福島県産の水産物を使ったメニューを提供したり加工品を販売するほか、10月に明石市で開催される農林漁業祭などで福島県産の水産物を販売していく方針です。